ある、うららかな日のことでありました。次郎は、友達もなく、一人、往来を歩いていました。次郎は、こうして街道を歩いてゆく知らぬ人を見るのが好きでした。さまざまなことを空想したり、考えたりしていると、一人でいてもそんなに寂しいとは思わなかったからです。暖かな風がどこからともなく吹いてくると、乾いた白い往来の上には埃が立ちました。まだ遅咲きの桜の花がこんもりと黒ずんだ森の間から見えるのも、いずれも懐かしい、やるせないような気持ちがしたのであります。その日も次郎は一人、あてもなく街道を歩いていました。車の音があちらへ夢のように消えてゆきます。薬売りかなぞのように箱を風呂敷で包んで追った男が、下を向いて過ぎて行ってからは誰も通りませんでした。次郎は寺の前の小さな橋の脇に立って、浅い流れのキラキラと日の光に照らされて輝きながら流れているのをぼんやりと眺めていました。彼は本当にこの時は寂しいと思っていたのであります。ちょうどこの時、奥深い寺の境内からとぼとぼとおじいさんが杖をついて歩いて出てきました。おじいさんは白いひげを生やしていました。次郎はそのおじいさんを見ていますと、おじいさんは次郎の脇へ近づいて行き過ぎようとして、次郎の頭を撫でてくれました。いい子だな。一人で寂しいだろう。とおじいさんは言いました。次郎は黙っておじいさんの顔を見ていました。おじいさんはたもとの中から短い笛を取り出しました。この笛を坊やにやるから、あちらの丘へ行って吹いてごらん。これはいい音が出るよ、と言いました。次郎はおじいさんからその笛をもらいました。おじいさんの顔はいつも笑っているように柔和に見えました。おじいさんはあちらへ杖をつ
きながら行ってしまいました。次郎はその笛を持ってあちらの砂山に行きました。この辺りは海岸で、他には木というものがなかったのです。砂の山がうねうねと続いていました。そして暖かな日なので、かげろうが立っていました。沖の方を見ますと、青い青い海が笑っていました。砂山の下には波打ち際に岩があって、波の間に間に濡れて日に光っていました。そして翼の白い海鳥が飛んでいました。笛にはいくつかの小さな穴が開いています。その一つ一つの穴から吹くと違った音が出ました。笛は短い赤と青とにその色が塗り分けてありました。大きな穴が一つ、小さな同じような穴が5つ開いていました。次郎がそれを吹きますと、なんとも言うことのできない優しいいい音色が流れ出たのであります。いい音色は沖の方へ流れて行きました。またうねうねと続いた灰色の山を越して行きました。そして沖の方へ行った音色は波の上を漂ったのです。また砂山の上を越して行った音色は、あちらの空に丸くうずくまっていた琥珀色の雲のあるところまで行くように思われました。海はますます穏やかに見えたのです。そして日の光はますますうららかに輝いたのでした。明くる日もまた次郎は砂山の上へやってきました。そして熱心に笛を吹いていますと、一つ一つの穴から出るものは影も形もない根ではなくて、確かにいろいろ奇妙な姿をした一人一人の人間であるように思われました。次郎は目をつぶって笛を吹いていますと、それらの人たちが次郎の身の回りを取り巻いて笑ったり話をしたりしているように思われました。次郎は不意に目を開いて、その人たちがどんな様子をしたり顔つきをしているか、自分が大抵想像した通りであるかと見定めようといたしました。そして目を開けますと、
何もかも消えてしまって、ただ砂山に日がポカポカと当たっているばかりでありました。この時、次郎はふと沖の方を見ますと、そこには湧き出たように赤い船が青い海の波間に浮かんでいたのであります。次郎はおとぎ話にでもあるように美しい船だと思いました。そしてどこからこんな船がこの寂しい港にやってきたのだろうと、それを不思議に思いました。次郎はまた砂山の下を顔まで半分隠れそうに帽子を目深にかぶって洋服を着た人が歩いているのを見ました。そしてしばらくすると赤い船の姿は薄れ、洋服を着た人の姿も薄れてしまいました。次郎はまるで夢を見ているような心地がされたのでした。再び目をつぶって笛を吹きますと、一人一人異様な形をした人間が自分の身の回りに飛び出して笑ったり跳ねたり話を始めるのでした。彼は不意に目を開きました。そして沖の方を眺めますと、赤い船が一層はっきりとして青い青い波の間に浮き出ているのでした。また笛の穴の中から飛び出して幻の中に笑ったり跳ねたりした異様な帽子を目深にかぶった洋服を着た男も、本当に砂山の下をテクテクと歩いているのでした。次郎は目を開けながら、自分は夢を見ているのではないかと思ったのでした。不思議な笛だと、彼は手に持っているおじいさんからもらった笛を眺めたのです。砂山の上に仰向けになって寝ながら、彼は笛を吹いてみました。吹けば吹くほどいい音色が出て、不思議ないろいろな幻が目に見えたのであります。次郎はまた起き上がりました。そして笛の穴を覗きながら、この穴の中に何か小さな魔物でも住んでいるのではないかと思いました。この時、海の方からため息をつくように軽い暖かな風が吹いてきました。本当に不思議な笛だ。次郎はしみじみとこの短い
青と赤に塗り分けられた一本の笛に見入っていました。そのうちに彼は棒切れを持ってきて、笛に開いている穴を一つ一つつついてみていたのであります。いくら棒切れで持って穴をつついても、その中からどんな魔物も飛び出しませんでした。また鳴き声を立てるものもありませんでした。笛の中はただ一本のうつろの竹にしか過ぎませんでした。それでも次郎はなお思い諦めることができなかったのです。やはり一つ一つ無理に穴をつついているうちに、その笛はひびが入ってしまいました。次郎はもう一度いい音色を聞こうと思って、その笛を唇に当てて吹いてみました。しかし笛はもう何の音も立てずに、全く役に立たなくなってしまったのです。海や砂山や空に輝いている日の光には少しの変わりがなかったけれど、天地は急に押し黙ってしまって、何もかも押しのごとくに見られたのです。そして赤い船の影は波間に薄れて見えたり消えたりしています。洋服を着た人はどこへ行ったか、もうおらなかったのであります。次郎は笛を捨てて家に帰りました。そしてその夜は後悔しました。あの大事な笛を割ってしまって取り返しがつかなかったからです。あくる日の昼ごろ、次郎は砂山へ行って昨日笛を吹いたところに来てみました。するとそこにはいろいろの草が一夜のうちに花を開いていたのです。赤い花、白い花、紫の花、青い花、そして黄色の花もありました。夕空に輝く星のように、また海から上がったさまざまな貝殻のように、それらの花は美しく咲いていました。次郎はぼんやりと立って眺めていますと、その中の一番茎の長い赤い花はどこかで見た女の人を思い出さずにはいられませんでした。どこでちょうどこの花のような人を見たであろうかと、次郎はしばらく考えていました。彼はやがてそれを思い出しました。それは昨日の晩方、
港の方へ歩いて行くと、町の中で背のすらりとした頬の色の美しい立派な着物を着た旅の女の人を見たのでした。次郎は足元に咲いている赤い花が風になよなよと吹かれている姿がその人の様子そのままであったことを思ったのです。次郎は沖の方を見ますと、赤い船が今日も止まっていました。やはり夢ではなかったことが分かりました。晩方まで花の咲いている丘の上で彼は空想に時を過ごしました。そして海の表が入り日の炎に彩られて静かに暮れていった自分に、彼は町の方へ帰って行きました。ある果物屋の前で再び昨日の美しい女の人に出会いました。彼は思わず顔をあからめてその人を見送りますと、この頃港に入ってきた赤い船のお客様だよと町の女房たちが噂しているのを聞いたのであります。つゆ子は貧しい家に生まれました。村の小学校へ上がったとき、オルガンの音を聞いて、世の中にはこんないい音のするものがあるかと驚きました。それ以前にはこんないい音を聞いたことがなかったのです。つゆ子は生まれつき音楽が好きと見えまして、先生が鳴らしなさるオルガンの音を聞きますと身が奮い立つように思いました。そしてこんないい音のする機械は誰が発明してどこの国から初めて来たのだろうかと考えました。ある日つゆ子は先生に向かって、オルガンはどこの国から来たのでしょうかと問いました。すると先生は、その初めは外国から来たのだと言われました。外国というとどこでしょうかと
考えながら聞きますと、あの広い広い太平洋の波を越えて、そのあちらにある国から来たのだと先生は言われました。その時、つゆ子は優に言われぬ懐かしい遠い感じがしまして、このいい音のするオルガンは船に乗ってきたのかと思いました。それからというもの、なんとなくオルガンの音を聞きますと、広い広い海の彼方の外国を考えたのであります。何でもいろいろと先生に聞いてみると、その国は最も開けて、この他にもいい音のする楽器がたくさんなって、その国にはまたよくその楽器を鳴らす美しい人がいるということである。で、つゆ子はそんな国へ行ってみたいものだ、どんなに開けている美しい国であろうか、どんなに美しい人のいるところであろうか、そしてその国に行くと至るところでいい音楽が聞かれるのだと思いました。それでつゆ子は大きくなったら、できるものなら外国へ行って音楽を習ってきたいと思いました。つゆ子のうちは貧しかったものですから、いろいろ資材あって、つゆ子が11の時村を出て東京のある家へ参ることになりました。その家は立派な家で、オルガンのほかにピアノや蓄音機などがありました。何を見てもまだ名前すら知らない珍しいものばかりでありました。そしてそのピアノの音を聞いたり、蓄音機に入っている西洋の歌の節など聞きましたとき、これらのものも海を越えて遠い遠いあちらの国から来たのだろうかと考えたのであります。昔村の小学校時代にオルガンを見て懐かしく思ったように、やはり懐かしい遠い感じがしたのであります。そのうちにはちょうどつゆ子の姉さんにあたるくらいのお方がありまして、よくつゆ子を哀れみ可愛がられましたから、つゆ子は真の姉さんとも思って懐きました。よくつゆ子はお姉さまに連れられて
銀座の街を歩きました。そして美しい店の前に立って、ガラス張りの中にいくつも並んでいるオルガンやピアノやマンドリンなどを見ましたとき、この楽器はみんな外国から来ましたのですか？と問いました。お姉さまは、日本でできたのもあるのよ、と言われました。つゆ子の目にはそれらの楽器は黙っているのですが、一つ一つ、いい、くしい、たえな音色を立てて震えているように見えたのであります。そしてバンガタなど入り日の赤く差し込む窓のもとで、お姉さまがピアノをお弾きなさるとき、つゆ子はじっとそのそばにたたずんで、いちいち手の動くのから、日の光がピアノに当たって反射しているのから、何から何まで見落とすことがなく、また歌いなされる声やかすかに震える音の一つ一つまで聞き残すことがなかったのであります。つゆ子にはピアノの音が大海原を渡る風の音と聞こえたり、岸辺に打ち寄せる波の音と聞こえたのであります。そしてピアノをお弾きなさるお姉さまが透き通るお声で外国の歌を歌いなさるお姿は、いつもよりか一層神々しく見えたのであります。水晶のようなお目は星のごとく輝いて、涙が浮かんでいたのでありました。つゆ子は自分の母様や父様のことを思い出し、また村の小学校のことなどを思い出して、いつしか熱い涙が頬を流れたのでありました。つゆ子は折々自分が船に乗って外国へ行ったような夢を見ました。そして外国でオルガンを習ったり、ピアノを聴いたりして、大層自分が音楽が上手になって、人々から褒められたような夢を見て大いに喜ぶと、夢が覚めて驚いたことがありました。初夏のある日のこと、ちい子はお姉さまと一緒に海辺へ遊びに参りました。その日は風もなく、
波も穏やかな日であったから、沖の彼方は霞んで、はるばると聖戦がぼんやりと夢のようになって見えました。白い雲が浮かんでいるのが、島影のようにも、飛んでいる鳥影のようにも見えたのであります。お姉さまはいい声で歌いながら、つゆ子の手を取ってお歩きになりますと、つゆ子もきれいな砂を踏んで波打ち際を歩きました。波は可愛らしい声を立てて笑った。この時、沖の遥かに赤い筋の入った一艘の大きな汽船が波を上げて通り過ぎるのが見えました。つゆ子はふと、この汽船は遠くの遠くへ行くのではないかと思って見ていますと、お姉さまもまたじっとその船をご覧になりました。お姉さま、この海は何という海なのでしょうと聞くと、この海が太平洋というのですよとお教えくださいましたので、この海をどこまでも行けば外国へ行かれるのだろうと思いました。あの赤い船は外国へ行くのでしょうかと、つゆ子はお姉さまに問いました。するとお姉さまはいつもじっとものをご覧になるとき、目に涙を浮かべられますが、やはり目に涙をたたえて、そうねと言って、しばし頭をおかしげになっていましたが、ああ、きっと外国へ行くんでしょうよと優しく言われました。いつかばかりかからなければ外国へ行かれませんのとつゆ子は聞きました。いつかもいつくもかからなければ外国へは行かれません。幾千マイルという遠くへ行くんですものとお姉さまは言われました。そう思うと、なんとなくあの赤い船が懐かしいのであります。あの赤い船は太平洋を渡って美しい国へ行くのかと思いますと、あの赤い船にどんな人が乗っていて何をしているかと考えました。けれど遠く隔たっていますので、ただ赤い筋とひらひら翻っている旗と太い煙突と、その煙突から昇る黒い煙と、
高い三本の帆柱とが見えたばかりであります。そして船が過ぎる後には白い波が泡立っているばかりでありました。ちいこはどうしてもその赤い船の姿を忘れることができません。自分もその船に乗って外国へ行ってみたい。そしてオルガンやピアノやいい音楽を聴いたり習ったりしたいものだと考えました。見るうちに赤い船は遠ざかってしまった。日はだんだん西に傾いて、波の上が黄金色に輝いて、あちらの岩陰が赤く光った時分にはもうその船の姿は波のうちに隠れて、煙が一筋空に残っていたばかりです。その日はお姉さまと一緒に海辺で遊び暮らして、疲れた足を引きずって家に帰りました。ある日、ちいこは窓によって、赤い船は今頃どこを航海していようかと思っていますと、ちょうどそこへ一羽のツバメがどこからともなく飛んできました。ちいこはツバメに向かって、お前はどこから来たの？と聞きますと、ツバメは可愛らしい首をかしげてちいこをじっと見ていましたが、私は南の方の海を渡ってはるばると飛んできましたと答えました。なら太平洋を越えてきたの？つゆこの顔には覚えず笑みがあふれたのであります。ツバメはそれは幾日となく太平洋の波の上を飛んできましたと答えました。そんなら、お前は船を見なくて？とちいこは聞きました。するとツバメは、それは毎日毎日幾艘となく船を見ました。あなたのお聞きになります船はどんな船ですか？問い返しました。ちいこはツバメに、その船は赤い筋の入った船で、三本の高い帆柱があることから、自分の見た記憶のまんまをいちいち語り聞かせたのであります。するとツバメはまた首をかしげてこの話を聞いていましたが、その船なら
私はよく知っています。私が長い旅に疲れて暮れ方、翼を休めるため海の上に泊まる船の帆柱を探していましたとき、ちょうどその赤い船が波を上げて太平洋を航海していましたから、早速その船の帆柱に泊まりました。本当にその晩はいいお月夜で、青い波の上が輝き渡って、空は昼間のように明るくて静かでありました。そしてその赤い船の甲板ではいい音楽の声がして、人々が楽しくうつむれているのが見えました。と語り聞かして、ツバメはまたどこへか飛び去ってしまいました。次子は今頃はその船はどこを航海しているだろうかと考えながら、しばしツバメの行方を見守りました。人間が天国の様子を知りたいと思うように、天使の子供らはどうかして、下界の人間はどんなような生活をしているか知りたいと思うのであります。人間は天国へ行ってみることはできませんが、天使は人間の世界へ降りてくることはできるのでありました。どうぞ私を一度下界へやってくださいまし。天使の子供は母親に頼んだのであります。けれどお母様は容易にそれをお許しになりませんでした。なぜなら人間は天使より野蛮であったからです。そして我が子の身の上にどんな過ちがないとも限らないからでありました。どうぞ私を一度下界へやってくださいまし。と幾度となくその小さな天使の一人は
母様に頼みました。毎夜のように地球は美しく紫色に空間に輝いていました。そしてその地球には天使と同じような姿をした人間が住んで、いろいろな、それは天使たちにはちょっと想像のつかない生活をしていると聞いたからでありました。それほどまでに下界へ行ってみたいならやってあげないこともないが、しかし一度行ったなら3年は辛抱してこの天国へ帰ってきてはなりません。もしその決心がついたならやってあげましょうとお母様は言われました。美しい天使はしばらく考えていました。そしてついに決心をいたしました。3年の間私は下界に行って辛抱をいたします。そしていろいろなものを見たりまた聞いたりしてきますと答えました。天国から下界に達する道はいくつかありました。赤い船に乗って雲の間や波の間を分けてから、恐ろしい旋風に体を任せて2日2晩も長い旅を続けてから、ようやく下界の海の上に静かに降りることもその一つであれば、体を雲と化したり鳥と化したり露と化したりして下界の山の上や尖った建物の屋根の頂や野原などに降りることもできたのであります。天使は人間の力ではできないことも容易にされたのです。小さな可愛らしい天使が野蛮な人間の住んでいる下界へ降りてみたいなどと思ったのも無理のないことでありました。小さな天使はいつしか下界に降りて美しい少女となっていました。ある
日の寒い日のこと、町外れの大きな家の角辺に立って、家の中から漏れるピアノの音といい歌声に聞き取れていました。あまりにその音が悲しかったからです。故郷といえば、帰りたいと思っても、今やそのすべすらなく、全く道もなかったからであります。少女はどうかして、優しい人の情けによって救われたいと思いました。空は時雨の来そうな模様でした。今朝方から街の中をさまよっていたのです。たまたまこの家の前に来て、思わず足を止めて、しばらく聞き取れたのでした。そのうちに町には明かりがつきました。家のうちのピアノの音は止んで、歌の声もしなくなりました。けれど哀れな少女は、この家の前を去ろうとせずに、そこに立っていました。その時、立派な形相をしてお嬢さんが出てきました。お嬢さんはこれからどこかへ出かけられる様子でした。お姉さん、私も一緒に連れて行ってくださいと、角に立っている少女は呼びかけました。お嬢さんはびっくりして振り返ると、そこに可愛らしい、しかし寒そうな、寂しそうな様子をして少女が自分の顔を見上げていましたので、この子供はどこの子だろうかと首をかしげたが、思い出せませんでした。どうして私が行くところを知っているの？とお嬢さんは言いました。私はお姉さんがおいでなさるところをよく知っています。お姉さんはこれから舞踏会においでなさるのでしょう。私はお邪魔をいたしませんから、どうか連れて行ってください。
私は皆さんの踊りなさるのが見たいのです。と少女は頼みました。いいえ、お前さんを連れて行くことなどはできません。早くお帰りなさい。お嬢さんは迷惑そうに言って、さっさとあちらへ行ってしまいました。少女はお嬢さんの行方を恨めしそうに見送っていますと、お嬢さんの姿は夕もやのうちに隠れて消えていってしまいました。少女は仕方なく寂しい方へと歩いて行きました。もう日は暮れかかっていました。町を離れると家の数はだんだん少なくなりました。その時道の上でちょうど自分と同じ年頃の少女が赤ん坊をおぶって子守歌を歌っていました。この子守歌を聞くと歩いてきた少女はすっかり感心してしまいました。なんという情けの深い歌だろう。天国にもこれより尊い歌を聞いたことはないと思いました。そして少女は近づくと赤ん坊をおぶって歌を歌っている娘に優しく問いかけたのであります。もう日が暮れるじゃありませんか。こんなに遅くなるまであなたは外に立って歌を歌っておいでなさるのですか？と少女は言いました。赤ん坊をおぶっている娘は知らない少女ではありましたが、こう優しく問いかけられると目に涙をためて、お母さんが病気なもんですから父をたくさん飲ませることができないのです。なるだけ赤ちゃんを眠らせるためにこうしていつまでも外に立って歌を歌っているのです。少女は娘の言うことに深
各登場いたしました。そんなら夜中でも起きてあなたは歌を歌いなさるのですか？夜中でも起きて私は牛乳を飲ませたり、泣くときはおもりをしなければなりません。と娘は答えました。美しい優しい少女は感心してしまいました。私が今夜あなたに代わって赤ちゃんのおもりをしてあげましょうか？と少女は言いました。ありがとうございます。母が帰って気をもみますから、どうぞお気にかけないでください、と娘は答えました。少女は親切が帰って迷惑になってはいけないと思って立ち去りました。早くあなたのお母さんのお治りなさるように祈っています、と少女は立ち去るときに言いました。少女が歩いてきますと、後から赤ん坊をおぶった娘が追いかけてきました。そして少女を呼び止めました。あなたのお家はどこですか？少女は寂しそうに娘の顔を見て微笑みながら、私の家は遠いんですの、と答えました。娘は聞いてびっくりしました。あなたはこんなに暗くなってどうしてお家へお帰りになることができるのですか？汚い家ですが、今夜私の家に泊まっていってください、と娘は真心を込めて言いました。私のことならどうぞお構いなく、と言って少女はとっとっとあちらへ去ってしまいました。その晩は雨になりました。娘は薄暗い家のうちで赤ん坊のおもりをしながら、さっき前を通った優しい少女は
今頃どうしたろうと思って、その身の上を案じていたのです。しかしこの世からお母さんの病気はだんだんいい方に向かいました。いつしか冬が来てしまいました。木枯らしの吹く夜のことです。地上には2、3日前に降った大雪がまだ消えずに残っていました。空にはキラキラと星が雲間に輝いていました。ここに哀れな年取ったあんまがありました。毎晩のように杖をついて笛を鳴らしながら町の中を歩いたのでした。あんまは坂にかかって地面が凍っているものですから足を滑らしました。その弾みに懐の財布を落とすと口が開いて銀貨や銅貨がみんなあたりに転がってしまったのでした。あ、しまったと、あんまは慌てて両手で地面を探し始めました。指の先は寒さと冷たさのために傷んで、石ころであるか土であるか、それとも銅貨であるかさえ判断がつかなかったのでした。通る人たちは脇見もせずに、みんな寒いので家の方へ急いでいました。また通りがかりにこのありさまを見た人の中には、拾ってやって相手が盲目だからかえって疑われるようなことがあってはつまらないと思ったり、また中には自分で後から来て銭を拾ってやろうと良くない考えを抱いたような小僧などもありました。ちょうどこの時、優しい少女は通りかかったのです。なんという人間は浅ましい心を持っているのでしょうか。天国には
こんな考えを持っているようなものや薄情なものは一人もないのに。おじいさん、私が拾ってあげます。と少女は言って、銀貨や銅貨を拾って、あんまの財布の中に入れてやりました。年取ったあんまは、大変に喜びました。今夜は道が凍って滑りますから、出まいかと考えましたのを出たのでこんな目に遭いました。誠にありがとうございます。と言って、幾度となく礼を述べました。優しい少女は、あんまの手を引いて、家へ連れて行ってやりました。うちでは、おばあさんが、こんなに寒く道が滑るから怪我でもなければいいがと心配していました。そこへあんまのおじいさんは少女に手を引かれて帰ってきました。おばあさんは今夜、少女に助けられた話を聞くと、大層感心して、熱くお礼を申しました。二人は少女に、どうか上がってくれと言って、家へ入れて、火を焚いて、暖かにして少女をいたわりました。お嬢さんはこの町の人ではないようですが、お家はどこでいらっしゃいますか？とおばあさんは尋ねました。少女は急に寂しそうな顔つきをしました。この世界には私の家というものはないのでございます。私は全くの一人ぼっちで、今日はこの町、明日はあちらの村というふうに歩いています。と少女は答えました。するとおばあさんもおじいさんも呆れた顔つきをしました。まあ、そんなら、お母さんもお父さんも終わりなさらぬのですか？と、二人は尋ねました。私のお母さんもお父さんも
こから遠い遠い歩いては行かれないところにいらっしゃいます」と少女は答えました。おばあさんはうなずきました。お二人ともお亡くなりなさったので、あなたはみなしごなんですね。と言って、一人でそう決めてしまいました。盲目のおじいさんはおばあさんの袖を引きました。顔をおばあさんの方に向けて小さな声で言いました。優しい子でもあるし、両親がないというのだから、幸い、うちの子にしてはどうだな。おばあさんは、じろじろと少女の様子を見て、みなしごにしては、あんまりきれいで、どことなく上品なので、なんだか腑に落ちないように、小首を傾けていました。そう、お前さんのように、やすやすと決めていいものですか。と、怒り声を出して言いました。おばあさん、よく考えてみるがいい。こんな子供があったら、どれほどうちの役に立つか知れない。あんまのおじいさんは言いました。おばあさんは、なるほどとうなずきました。そこで急に声を優しくして少女に向かって「どこのお嬢さんですか知りませんが今のお話のような身の上でしたら」私のうちの子になってくださいませんか。実は私たちは二人きりで寂しくて仕方がないのですから。とおばあさんは頼みました。少女は遠い空の彼方のふるさとを思い出しました。いつもいつもふるさとのことを思うと悲しくなりました。私はここのうちの子になってしまうことができませんけれど、少しの間でよければお手伝いをしてあげます。と少女は答えました。そんなら少しの間でもいいから手伝いをしてください。
二人は頼みました。優しい少女はこの日からおばあさんやおじいさんの手伝いをして親切に二人のために尽くしたのです。老人夫婦は決して心の悪い人ではありませんでしたから、少女はつらいことがあっても我慢をいたしました。そして夜はあんまのおじいさんの手を引いて町へも行きました。おじいさん、寒い晩ですこと。少女は歩きながらおじいさんに向かって話しました。ああ、早く春になって暖かになってくれるといい、とおじいさんは言いました。木枯らしが吹いていました。そして星の光がピカピカと今にも飛びそうに空に光っていました。少女はじっと星の光を眺めてふるさとを思い出していたのであります。春になりました。海の上は穏やかに、山には木々の花が咲いて、野原には緑色の草が恵みました。ある日のこと、町の人々は海の上に不思議な景色が見えると噂しました。それは蜃気楼なのであります。おばあさん、海の上に不思議な景色が見えると言いますから行ってみましょう、と少女はおばあさんに言いました。ああ、いいお天気だからお前だけ行って見ておいでなさい。私は年寄りだから歩くのが大層です、とおばあさんは答えました。少女は一人で海へ行ってみたのであります。限りもなく海原は青々として霞んでいました。太陽の光はうららかに
波の上を照らしていました。町の人々はたくさん海辺へ出て沖の方を眺めていました。そのうちに夢のように影のようにどこの景色とも知らない山や野原や紫色の屋根などが浮かんで見えたのであります。はあ、私のふるさとの景色だこと、と言って少女は飛び上がりました。天国から下界へ来て早3年の月日が経ったのであります。その間にいろいろの人間の生活に触れてみました。しかし今やふるさとに帰る時が来たのであります。町の人々は不思議な景色が見えなくなると家の方に帰りましたが、少女だけは岩の上に立って沖の方を一心に望んでいました。そのうちに一艘の赤い船がこちらを指して漕いできたのです。少女を迎えに来たのでした。少女はそれに乗ると再び天国を指して去りました。この優しい天使は永久にこの下界に別れを告げたのでした。天国には優しい天使のお母さんが我が子の帰るのを待っていられました。3年の間下界に苦しんできた子供に何の変わりもなければいいがと心配していられました。小さな天使は無事に懐かしいお母さんを見ることができました。姉の天使も弟の天使もみんなが下界のありさまを知ろうとこの優しい天使を取り囲んでお話を伺いました。小さな優しい天使は下界で見たことと知ったことを語りました。そして正直な哀れな人たちに幸福を与えてやりたいと答えたのであります。